にちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キャプテン翼2スーパーストライカーライブ配信始めていこうと思います。今回はジャパンカップ編の第2回サンパウロ編、サンパウロで、挑みます。こちらをやっていきたいと思います。今回はいきなりもう対全日本戦ということで、非常にオールスター、日本のオールスター強豪が揃っていきます。その中でもやっぱり一番気をつけなきゃいけないのは日向小次郎でしょうね。後半には心臓病をして見過ぎくんも出てくるはずです。なのでそれに対して翼くんの、サンパウロって翼くんなんで最初はやっぱり勝てないと思います。そしたら一つ前に戻りますので、戻ってまた勝ってを何回か繰り返してジャパンカップ編を突破できればなと思ってます。翼くんが今18ですね。みんなで勝ち取りたい、バランスを取れたチーム、相手にとって不足はないとしか書かれてませんが、まあ、すごいメンツですからね。じゃあ行きましょう。よし、みんな行くぞ。お、そうです、さきくんも敵対するんです。では、行きましょう。ゴー。欲しくても。これ何？植木等し？さあ、こちらサンパウロのキックからスタートですが、やっぱりマークはきついよな。誰？プラトンくんだ。バティスタくんからプラトンくんへ。ゾウくんです。これ普通にドリブルで越えられるかどうか、お気に入りかした。 OK、まあまだドリブルしよう。追いつくからな。今度はヒューガくん9番なんですね。うまくパス渡せばいいが、翼くんに。さあヒューガくんが届かない。翼くんどこにいるんだ。オーバーヘッドキックやってみる。これだ、オーバーヘッドキック。お、松山くんは届かない。出た、三角飛び。ん？あ、でもポストに当たってしまいましたね。これはいただけない。さあ追いつけない。岩くん届かない。お、こぼれ球ナイス。だが日向くんに逆に渡ってしまう。お、新田くんに渡りましたね。はやぶさボレーシュート、なんだこれ。
まあ、キーパーレナート君パンチングで、いきましょう。何もできませんでした。強い。刺さってしまった。やっぱり1戦目からはいきなり無理ですね。試合再開。翼くんが自身で頑張ってドリブルするしかない。おっと、ここで美咲くんと対峙です。ドリブルヒールリフト見せていきましょう。俺は負けん。こっちは調子に乗ってんじゃねえ。タイガータックル勝負だ。ヒューガくんヒールリフト。何？ぶっ飛ばされてボール捉えた。ちょっと待ってくださいよ。しました。ではマチスタくんがブロック。どけん。強引なドリブル。おっと反則。そうです、全日本に。フリーキックが与えられます。さあ、ヒューガ君どこにパスした。ミサキ君だ。おっと、止めに行かないと。お、3人で囲った。これなんとかなるだろう。今日パスカットです。ここはパス上手いですからね。翼君のみがタックル。え、また反則。今度はミサキ君が動かない。ソーダクに渡った。どこにあるんだ。ちょっと焦る必要はない。下がれ、7番。え、ソーダクカミソリシュート。マラクに当たってこぼれ球になりまして、そこに新田くんが。で、なんとこもうこれ飛び出すしかない。お、ね、ナイスね、なんとくん一気に出し抜き成功でしょうか。ジトー君、これもうドリブルで突破しろ。パワーディフェンス。ジトー君吹っ飛ばされた。なんだこれ。ジトー君もこんな技持ってたんだ。
なんでマリーニくんもこんなとこにいるんだ。パックルかな。いや、ここは無理せずにパスカット行こう。引き回してやるたい。強引なドリブル、フットはさえた。なんだ俺、いけ。今度はバビントン君タックルだ。こいつ飛ばしてやるたい。さあどうなる。ダメだ、バビントン強すぎるだろ。これ翼くんしかなんとかなんだろう。ジトー君佐野とのコンビプレイ。え、何これ。だからアマラウ君があって生き残ったが、11分30秒ぐらいか。パンチ、ナイスパンチ。もうのコーナーキックになりましたが、コーナーキックですが、どうなりますか。試合再開。コーナーキックです。マサオくんが渡ってしまう。これ立花兄弟ありますからね。え、何これ。え、何こいつ。これはい、え、スカイラブツインシュート、吹っ飛ばされた。ひどいね、これ。あ、でもこんなポストに一択がねじ込まれた。2点差になってしまいました。いやー、まずいですね、これ。行ってみましょう。試合再開。この試合で勝つの絶対無理です。ドリブル。これでこぼれ球になってしまうんだから、無理だわ。バビント奥へ。通るかな、パス。届かない。今度は美咲くんへ弱まっただけ。ナイス、バビントンくん。いや、あ、バビントンくん結構ガッツ減ってんな。吹っ飛ばされるとガッツ減ります。ジュー君に渡りました。ここは翼くんに渡して、どうだ、届かない。よし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 、翼くんもいるが届かない。オッケー、翼くんに
ボールが渡りました。なんと石崎くんが今度は退治、強引にシュート行きます。これシュート決まりました。1点返しました。これって若島津くんだったような、若林くんじゃなくて、どっちだっけ？さあ、田畑くん着きました。パスするだろうな。弱まっただけ。ヒューガくんに渡ってしまう。これ、止めないとダメだ。ヒューガくんパスを選んだ。組んだバビントン君へ。美咲君普通のシュートだ。パンチングここは防ぎました。さすがレアート君もこれは防ぐ。ちょっとあんまり出ると危険だぞ。浅尾君に渡った。これまた立花兄弟、いやここパスですね。今度はまた美咲君へ。さあ何としてもレアート君倒れている、防がないといけません。カットかな、案外パスかもしれない。え、反則食らってしまってペナルティーキックを与えてしまいました。さあこれをペナルティキックどうなりますか。試合再開。さあキッカー美咲くんです。左隅、これ運ゲーですかね。裏をかかれました。美咲くん待って、1対3になってしまった。まだまだちょっと力差がある感じですね。試合再開です。さあ前半があとわずかです。もう翼くんに渡しちゃいましょう。多分あとバチスタくんに渡ったぞ。ワンツーでジュウくんへ。抜け出した。ジュー君へ。でまたワンツーで今度バチスタ君と内前へ出てきますが、石崎君が
崎くん、トメアユが、バシン、バミントくんが、ここはキープする。ちょっとジュウくんに渡せるかな。あかん。弱まっただけだが。お、ジュウくんに行った。若島津くんですね、キーパー。若林くんじゃなくって。若林くんですね。シュート。やるしかない。取られました。なんだそれ。おっと。たくん、あれ、超えられてしまった。留学に渡ってしまう。あ、完全に超えられてしまって、ネオタイガーショットか。無理です。こんなの無理やろ。ですよね、知ってた。試合再開です、まあ、ほとんどもう前半も時間ないですからね。これワンツー、翼くんとワンツーです。ん、マサオくん弱まっただけ。プラトンくんキャッチ成功。ここは翼くんへ。翼くんはこれを今ガッツがあれなんでワンツーでどっちでもいい。ジュウくんとワンツーしましょう。で前へ出てちょっともう構わず、あ違う、ワンツーじゃない、構わずドライブシュート。いけー。石田くんが届かない。さあどうなる。三角飛びや、若林和くん。届かない。決まりました。ナイスドライブシュート。2対4になりました。これはもう必殺シュート打っていくしかないな。あんまりこういう展開嫌なんだけどな。バビントンくんあたりが必殺シュート打ってんじゃないの。止めましょう。止めに行きましょう。あ、ホイッスルですね。データ変えるって言ってもチェンジできないもんな。無理です。さあ佐野くんに渡った。サクッとワンツー。バミントンくんついた。
バミントン君どうしよう。ここパスカットでいいと思います。これで反則取られんのかよ。何も触ってないだろうね。時間稼ぎにはなりますからね。これ退場とかないからな、このゲーム。いや、焦る必要はない。え、いやいや、いや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 、え、なんで、なんでやねん。ボールワープしてるやん。あ、いや、さすがに。コーナーキックですが、松山くん恐ろしい。完全にあの飛び道具対決になってる感がある。さっそうだくんが当たる。マサオくんに行く。これマサオくん行くぞ。またお前らか。よし、行け。はい、スカイラブツインクスート、吹っ飛ばされた。トトールくん？あ、届かないや。無理やろ。2対5になってしまいました。さあ、行きましょう。試合再開です。ミスイ君に当たってこぼれ玉に、しかしマリーニ君がキープ。もうあのミスイ君が出始めていますね。心臓病もあるんで無理する必要ないよ。バビントン君とワンツー。え、ジトン君インターセプト。ヒューガ君にまた当たってしまう。おい、石崎君じゃないわ、これアマラウ君だ。タックル、ヒューガ君にかわされる。またネオタイガーショットやん。無理でしょう。飛ばされてゴールです。
じゃあ行きましょう。試合再開です。ちっさく渡ったが、これを翼くんに渡して、おっと翼くん対美咲くん、これはもうヒールリフト行くぞ翼くん。暗い鋭いタックル、勝負だ美咲くん。ヒールリフト、どうだ、こぼれ玉になってしまう。なに、マサオくんに取られてしまいます。で日本恐るべき3人が囲いました。後半結構注目の展開が多いです。早速際どいところでかわしてパスをここで打ちます。で弱まっただけだ。プラトン君届かない。こんにちは。本当にでも囲われてみたい。の影が強盗にでも囲われてみたい。え、アマラウ君がフォローかな。また反則じゃないよな。美咲君オーバーヘッドキック、パンチング、決まってしまうんだ。後半まだ20分残してますが、ボロボロです。サッカー好きとき、いちごミルフィーさん、はじめまして、初めてのチャットということで、ありがとうございます。サッカー好きと聞いて、何やいと得じゃなくて。サッカーゲーム多いですね。サッカー、そんなにサッカー好きじゃないけど、サッカーゲーム多いです。見すぎくんがボールをカットしやがった。さあ心臓病の見すぎくん、バビントンくんと勝負です。やるしかないでしょう。見すぎくんパスを選んだか。これは無理です。お、田浜田くんもう無理。美咲くんに渡ります。美咲くんの活躍が目立つ。だがもう美咲くんは構わず日向くんに渡る。ゆまくんとあまらうくん、フォロー行くしかないよね、これ。動かないっていうのも一つお手かもしれない。あ、すごいな。J2 ユース。J2 のチームのユースってことですよね。はい、決まりました。ヒューガ君のオーバーヘッドキックは決まりました。
じゃあ行きましょう。なるべくガッ負けるのはもう仕方ないとして、なるべく均等にガッツつかせたいな。ジュウ君結構残ってるしな。翼君とワンツー、今度はマサオ君に大丈夫ありまして、これで、いや一度ドリブルで行って、でも石崎行くじゃんと入った、翼くんに行こう。大丈夫翼くんで、ここは無視してドライブシュートだ。いけー翼くんのドライブシュート。若島津くん機能しません。3点目が入りました。さあ残り15分、半分、約半分というところです。決勝戦は35分だったと思うから、マサオくん、ミサキくんにキャッチ。おっとミサキくん今度は守る側で対抗です。行くぞミサキくん。翼くんタックル、勝負だ翼くん。こぼれ球になってこれは引き分けだが、石崎くんがフォローしてしまう。フォローするか。石崎くんどこに渡る？慈瞳くん。あ、また来た。コンビプレイだ。押し込む。ドトールくん、吹っ飛ばされたが、コンビプレイの勢いが弱まった。ゴールポスト、ニバくん。助かりました。プラトンくんへ。翼くんへ。翼くんもガッツがあんまりないな。近い距離だからドライブパス必要はない。ここはもう構わずパス、普通のパスでいきます。どうだ石田くん、届かない。 OK、 ゴール前です。ソーダくんが来たが構わずシュートです。ドライブオーバーヘッドはガッツが足りないんで、普通のオーバーヘッドキックでいきましょう。これだ、オーバーヘッドキック。三角蹴りで止めないんじゃないの？止められない。で、若島津くんスルー状態になっています。さあ再開しましょう。あと11分か。いや追い上げてきましたね、少しずつ。もうガッツが足りないからな。翼くんはもう使えない、使い物になりません。ジュウくんがここでつきましたね。
と、あ、違う。動かないのも一つの手だよな。さっきこれ、稼いでしまう。ヒュガ君が来た。いや、もう止めに行きますよ、こんなの。あ、ヒュガ君、ここは無理をせず、パスを選んだが、かなり後ろに下がってしまう。フラット君は届かない。さあ、翼君。ナイスこぼれ玉。田畑君に変わりました。バミントン君とワンツー。これを取りまして、ジュウ君が、今度はジュウ君とワンツーです。川又くんゴール前だ。ちょっと角度が悪い。ジュークに渡しましょう。ジュークのシュート力弱いよな。ボレーシュート。お、サンパウロコーナーキックです。川又くんパス、プラトンくんへ、ショートコーナーへ。ボール前だが、浅尾くんがこれ来てしまう。どうなんだろう、シュート力って。ジュウくんが17しかないんだ。そうだとバミントンくんちょっといい目に遭いたいが、クリアされる。だがリマくんがカット。カズオくん。リマくん、うまくかわした。バビントン君に渡したいっていうのは本音だが、一回ここはプラトン君へパス。プラトン君が引きつけつつ、翼君へ。あ、翼君に通りましたね。あ、また君が338か。ここはシュートせずにパスです。シュート、これシュート、ダメですね。若島津くんでは通用します。若島津くんでは入りません。あ、結局でワンツーしたらどうなんだ。入ってこれるんじゃないの。マリーニ君をここ使います。やっぱそうですよね。これこの手があった。構わずシュートしましょう。これシュート。マサオ君、岩本だけ。まだ石崎君がいてこぼれ玉になってしまうが、そこにバチスタ君が待っていた。どんどん行きましょう。これシュート。若島津くんが止める。だが今度は田畑くんがいる。若島津くん倒れている。チャンスだ。構わずどんどん行きましょう。くそ、間に合ってくれ。うすごい、ガッツがすごい。三杉くん止めに行きます。止めに行きます。
もうこれ殺人タックル。あ、三井くんうまいな。試合終了です。まあ仕方なしですね。ドイツ？行きましょう。これ相手を翼くんがつく。翼くんナイスインターセプト。だがなるべくガッツは抑えたい。ジュウくんへ。さあ翼くんへ。ドリブルで突破です。おっと、なんとこれサンパウロにペナルティーキック。この作戦が有効かもね。さあ、これ翼くんキッカーでいきます。いや、ジュウくんに切ってもらおう。頼むぞジュウくん。なんでここまでジュウくん決まらないんだと思ったらプラトンくんがいる。プラトンくんボレーシュート、キャッチングです。クリア。だがアマラウ君カット。音楽が変わるのですぐ分かります。よかったよかった。無理をせずにジュウくんへ。いや決めてくれよジュウくん。トラップ身を構えてる。ここは越えられないの。
ドリブルか。いや、ダメだ。チュウ君、全然ダメ。まだ、全然、止めた方が良かったかも。アマラー君を、行きましょう、タックル。際どいとこで返されるカペロマン君。今度はリマ君が続きます。これがこぼれ玉になってメッツァー君へ。やばいな。メッツァー君シュート、パンチング決まってしまいました。嘘でしょ。あかんなぁ。さあ、ここはバミントン君。さあ、翼くんへ。さあに、ジュウくんへ。翼くんへ戻します。まあ、ドライブシュートでもいいけど、構わずドライブシュート打っちゃおう。いけー、ドライブシュート。同点に追いつきたいからね。早く起きません。決まりました。ハンブルガーのボールに突き刺さりました。さあ、翼くんとプラトンくんが続きました。翼くんはタックル、プラトンくんはパスカットでいきましょう。クゾカルツ呼び捨てです。勝負だ翼。こぼれ玉になりましたね。お主やるの。プラトンくんへ。さあワンツーいきましょう。翼くんとのワンツーです。今度はジュウくんとのワンツーいいんじゃないでしょうか。でプラトンくんはもうゴール前でこれ決めてもらいましょう。プラトン君、これシュート、ね、プラトン君じゃ無理か。今君が続いてタックルに行きます。リマ君ナイス。リマ君結構
きい活躍見せますからね。すぐにもう渡します。どうだ、あかん、こぼれ玉になっちゃうが、ジュウ君がナイスサポート。構わずこれプラトン君に渡します。いや、まだ早い。トラップかな。で、ここで翼くんに渡す。まだガッツが残っているぞ、翼くん。そうです、セットプレイです。これだ、オーバーヘッドキー、ヒットも得られません。ゴールです。ハンブルガーにリードを奪いました。さあ、行きましょう。ハルツくん、パスキャッチ。さあ、翼くんとプラトンくんが続きます。翼くんはタックル、プラトンくんはパスカット。またも行くぞ、ハルツ。さっき見たよ、これ。お、今待って、タイム済みドリブルだ。お、すごい。なに、もう一回2連続ハリウィズリードラブ。プラトクは吹っ飛ばされた。今度はバチスタ君とバビントン君。出しましたね。あ、パスを出しましたね。あ、しかし届かない。メッツァ君ワンツーからカルツ君がゴール前。ヘディングシュート、パッチング、パッチング、これは防ぐが、でもまだピンチは続く。ヘディングシュート、届きませんでした。ワンツー、浜田くんとのワンツー。高
パハマタクも使いたいよな。富と奥にパスが渡る。他もドリブルで超えてもらいましょう。でこぼれ玉になってしまう。嘘だろ。マリーニ君タックル。パスか。届きません。メッツァー君に渡ってしまいます。あんまり前に出るのは危険だ。バチスタ君へパスカットかな。これおっと反則だ。ハンブルガーのフリーキック。さあアイシャウタイム。どこにある。メッツァ君へつきまといます。今度はタックルへ。メッツァ君カーサレにカーサレます。メッツァ君どこにパスを出す。あ、ワンツーか。前進させられる。メッツァ君にアマラオ君がつく。フォロー。メッツァ君シュート。さあアマラオ君ブロック。ナイス。こぼれ球。これ縦パスを出す。翼くんに渡して間に合わないよね。これやっちゃいましょう。ドライブシュート。さあ仙台からのドライブシュートだが、あーさすがにこれは無理だ。コーナーみたいな感じでアビントくんへ。あ、ダメですね。で、あ、終了です。さあ後半開始。バビントン君へ。バビントン君のガッツはまあまあ残っている。他のガッツを確認しましょう。ジュー君か。さあカルツ君も結構強いから、翼君へ素直に渡しますが、インターセプトを許す。あ、バチスタ君がつく。タックル。こぼれ球になるが、相手がカバーする。またもバチスタ君がやってくるが、これはパスを許してしまってメッツァ君へ。今度はバビントン君フックスピンパス。何それ。カルツ君に渡ります。え、サインパス。カペロマン君だ。さあ突きます。サイドワインダーですね。カペロマン君と遠くに当たって弱まったが、あーマリーニ君ナイス。メッツァ君来まして、
結局マリーニ君に渡します。渋滞トラップでいいでしょう。で、果たしてアビントン君に、うん、なんで？パスしましょう。アビントン君パス。でもバチスタ君に届きます。バチスタ君ワンツーで。プラトン君へ。バチスタ君に見事渡ります。さあこのままパスやっていきます。ここで翼君に渡しましょう。これシュートパンチングで防がれます。バチスタ君がまた来る。若林君倒れているチャンス。さあこれプラトン君へ、一度プラトン君へ渡して、まだ倒れているチャンス。ジュー君これチャンスだろ、決めてみろ。ジュー君さすがに倒れてたらチャンスだろうと思ったわ。若林君決めでも、もうシュートするしかないよ、これ。ジュン君、ボレーシュート止められるか。あー、ダメだ。クリアです。が、田畑君がカット。お、今度は若林君が、バランスを崩している、もしかして。ジュー君がメッツァー君が来ましたが、ここね、スルー、え、こぼれ球になっちゃう。だからバミントン君に渡る。なんかもう多いな。翼君に渡してみよう。取るかな、通った。シュート、ヘディングシュート。あとね、プラトン君がねじ込みました。再びリードです。
試合再開です。いや、ここは無理せずに翼くんだけがちょっとこう、あ、翼くんのガッツがそんなにない。あっと、かされた。さあ、プラトくんが今度は付きまとう。反則を取られてしまいます。あ、壁を要求されるんだ。誰が壁じゃい。またワンツー。リマくんが完全に防ぐには至らないが、バティスタくんは弱まっただけ。さあ、敵を3番です。敵を3番といっても跳ね返りとかで決まる可能性ありますからね。反則だけは気をつけないと。パンチングで防ぎます。だがまだピンチは続く。翼くん、いや違う、ワンツーリターンで敵、今度は敵の5番に当たる。しぶとくフォロー、スルー攻撃がこぼれ玉になる。さあ、今度はこれがカルツくんに当たってしまう。飛び出そう、カルツくん、こぼれ玉に。だがまだピンチは続く。サンパウロボールが空っぽになってしまう。これシュー、決まってしまった。やられました。さあ、行きましょう。後半も残り11分しかありません。翼くんのガッツもあんまり持たないんだよな。バディントンくん強いからな、止められるかも。これ玉になる。ジュウくんがフォロー。ジュウくんは結構前に行く。バミントン君とワンツーかな。チュウ君、ボールは前が角度が悪いが、やっぱ誰もいないんだよな。トラップかな、いった。お、翼君が待っている。翼君に素直に渡しましょう。1点を争う事態だ。構わずシュートです。しくは目が身構えている。これシュート、防がれてしまうが、さらにプラトン君が待っている。どうだ、ちょっと遠いな。バチスタ君へ。サイド翼君へ。3人に囲まれている。まずシュート、反則を誘う。
これシュート、これ邪魔になる。なんか今度はまたバチスタ君、バチスタ君のガッツはそんなに残ってない。なんとバビントン君へ敵に渡っちゃうんじゃないの。ヤマトだけ、あっと、いや、しない。パスされた。パス。翼くんが向かってが届かない。クリアです。が、こう、バビントンくんがカット。これワンツーで、浜田くんとワンツー。シュートしよう。これシュート止めないよな、これまだ。次の球だ、浜田くんだ。浜田くんが来たが、翼くんが4しかない。ガッツがだから、浜田くんに、しかしマリーニくんがカット。ミントくん真ん中にいたらよかったよな。待っただけ。サバウィントン君、しかし角度が悪い。翼くんがほとんどガッツがないだけに、急にアップいけない。ジュウ君へ。スルー？シュート、あえて。あー、見合えているか。これだよね。今度プラトン君へ。さあ総力戦だ。プラトン君構わずシュートです。ヒニングシュート決まりました。再びリードです。さあ、ここなんとか防げるかな。さあ3人で囲いましょう。かさえる、アメントクタックル、かさえる。組織的を11番カット、 ナイスジュウ君。これは大きいな。翼くんの残りガッツは22しかないな。普通に渡してガッツが足りないなんだろうな。まあそうはいかないんで、さっき5番が来た。え、取られた。嘘。
た翼くん、これガッツが引いたら何もできないんだ。ひょっとしてメッサくんに渡ってしまう。マビントくんだ。 バチスタくんと共に止めます。これ必死になってかわされる。おこぼれ玉ナイス。マリーニくんやりました。なんとか白氷の勝利。再度、全日本との決勝戦に戻っていきます。レナートくん、リマくん、マリーニくん、アマラウくん、ドトールくん、ジュウくん、ツワサくん、プラトンくんとレベルアップですね。プラトンくん2点取りましたからね。ツワサくんが2点、プラトンくんが2点か。スコアメモです。レベル見ていきましょう。プラトくんもレベル上がりまして、シュートがなるほど18。高いボールと低いボールで相性が違う、場合はあるんですよね。でも今は変わらないんや。中君のシュート力も20まで上がった。バビートン君が22、浜田君は17。浜田君もレベル14。マリーニ君14。レナント君は15に上がりました。今回は無理でしょうね。行ってみましょう。お、追い抜けた。意外と追い抜けることが多いかも。さきくんか、まあ無視です。浜田くんへ動きません。あ、佐野くんも勢い余っただけ。あ、またくんキャッチ成功です。意外と通るかもしれない。さあ翼くんへ、ちょっと距離あるけどやってみましょう。これだ、オーバーヘッドキー。石田くん届かない。三角飛びだが届かなず。翼くん、サンパウロ先生です。
さあ行きましょう。試合再開。佐野くん、嗅覚に渡ってしまう。嗅覚はパスですね。さきくん、とにかく中段のあれですからね。ここもう徹底して。スカッと行きましょう。みさきくんタックルだった？読まれるな、みさきくん。ここでパス。ドトールくん、届かない。さらに、翼くんが弱まっただけか。ソーダくんに渡ります。ここは、でも変に、追わない方がいい。ソーダくん、カミソリシュートだが、弱まっただけ。今くん、オッケー、こぼれ球。なんぼでも防いでくれます。まずはアマラオくんトラップです。で、プラトンくんね、速攻が一番ですね。ここでワンツーです。バチスタくんとのワンツーです。おっと、マサオくんに当たったが、これをワンツーで返します。このパスが通る。いい展開です。ゴールマインには弱いジグ君なんだよな。自分でワンツーしよう。個人プレイでもう勝負決める。三角飛び。ゴール守ってしまいます。マラウ君パスカット、反則を取られてしまいます。トントン君だっけ、さっきシュート打った。試合再開。え、ちょっと待って、それは無理だろう。漏れ球になりますが、石崎くんに渡んでしまう。ちょっと前出過ぎじゃないかなとは思う。こんなに積極的にいかないと。いや、無茶だろう。ジスタ君が今度は防ぎまして、翼君にがカバーです。アチスプラト君に渡しましょう。ナイスパス。ジュー君へ。でも無理だろうな、ジュー君だと。
シュート22に上がった。これシュート、三角飛びだが捉えちゃいますね。ジュー君いけません。バビントン君がつきます。あ、サオ君パスだった。おっと、なんかさっきの試合と違わない？大きく変わってるような。どうする、翼くんに渡そう。勝負だ、石崎くん。返しました。あら、誰、カツオ、何すんだ兄ちゃん。え、なんでスカイラブ、あ、タックル、なんだそれ。おっと、反則を取られてしまう。相手にサンパウロペナルティーキック。さあ、キッカーはバビントン君にするか。右。裏をかきまして、決まりまして、2対0。さらにリードを広げます。さあ、前半もあと9分。ちゃんインターセプトしてくれることが多いんだな。また、なんだこれ。キアタサン、こういうプレイ、サンパウロのままジェミーアタックだ。ダブルジェミーアタックか。が、これ邪魔になってしまう。
ワンツー、バチスタ君とのワンツーです。さっきくん、え、嘘、あかん、甘く見すぎた。届かない。佐野くんワンツー、三択に渡ってしまう。三択にマリーニくんがつく。フォロー行きましょう。ヒリングシューズ、まなく弱かったか。どうだ、止められるか。オッケー、レナトク止めましたが、ソーダくんまだピンチは続く。ここはこうカミソリキュートだ。ソーダくんでもそんなに強くないんだな。その後こうカットしてしまいました。残り3分、ガッツは結構残っている。一気にもう自分で突っ込んでいきます。あ、一回パソコンが来たので、それを普通のパスで、プラトン君へ。加速早いが、パスは決まります。ここはもう無理をせずに、バチスタ君へ渡しましょう一度。松山君どうだ？ヤバタだけ。さあ、アイシャームタイム。バチスタ君に渡る。が、ここは、無理をせず、翼君に託します。こぼれ玉になってしまうが、結果的に翼君にうまく渡りました。構わずシュートです。時間ないですからね。これシュー、シトウくん、ミサキくんは石田くんか。ソーダくんがに止められる。しかしバミントンくんがまだいる。構わずジュウくんへ。今度は身構えたか。カシマズくん来るよね。決まらないよね。シュー、これシュー、三角飛び。おお、ついにジュウくんやってくれました。3-0。いや、これはようやくジュウくん決めてくれたの嬉しいですね。ほとんどもう時間ないでしょう。アイシャータイムでジュウくんが決めましたね。行きましょう。後半頑張りましょう。さあ行きます。後半戦のスタート。ジュウ君
が届かない、ヒューガくんに渡ってしまう、早く止めにかかりたい、妙体がショットだ、一点でも返そうっていう構えか、ついに火を吹く、吹っ飛ばされて決まってしまう、早い、さあ2点差なんで、決めたい気持ちもあるが、さあそこへ、いや19に渡ったな、ちょっと翼くんに決めてもらおう、くんぐらい止められるだろう、もらった、え、なにこれ、スカイラブタックルか、勝負だマサオ、吹っ飛ばされた、浮かされてしまう、まさかマサオとなんか強化されてない、なんかまたこれか、ジミアタックサプラトン君とバティスタ君が、まあ、あえてスカットかな、反則を取られてしまいます、翼くんとのワンツーで、前へ出ます、今度は石崎くん、翼くんへ無理しない、クソったね、なんだこれ、要は変な動き方をした、言っていいでしょう、ドライブオーバーヘッド行こう、3点差でかい、ドライブオーバーヘッド、三角扉が松山くんまでカバーしたが、
それをかいくぐって決まりました。いやー、ここの、何としても点を欲しかったんで、で大きな、得点ですね。さあ、カズオくん、ここは防ぎたい。カズオくんが前へ出ます。行くぞ、カズオ。勝負だ、翼。反則を取られてしまいます。今度は松山くん、え、打つの？いや、それは無茶でしょう。ジュークに取られてしまいます。いや、これ取られてしまうの嫌だな。ドリブルで機が、お翼くんがちょうど行った。翼くんにバックパス。翼くんが2回いたが、ワンツーで、え、何すんだ。またスタイラブブロック。いや、なんだこれ。翼くんに渡ります。翼くんのガッツが結構減ってるなぁ。一応ジュー君へ。松山くんに届かない。 OK、 ジュー君ボール合わせが、これ多分決まらないと思うんで、一応田浜田くんへ。 OK、 センタリングで9番ジュー君が、ここスルー攻撃です。これで若島津くんがバース崩して、渡ったのは翼くんだが、早速302かプラトンくんへ。決めましょう。さあ、美咲くん止められるか。これシュート、決まりました。ナイスパス回し。
はい、しっかり決めまして、これ結構でかいよな。トトール君とか全然減ってないよな。あと翼くんも一回必殺シュート打てるかな。私打つ必要があるのかまた別問題ですが、パス行きましたね。弱ったが翼くん取れるか。ナイスカット。場所が悪いな。まあドリブルで行くしかないや。7番が上がっていけますね。これはナイス判断。7番この田畑くんがフォローに入ります。でここへ近づいたところをワンツーしたろうか。田畑くんどこまで上がったんだ。松山くん来たが、バックパスです。フェイントですね。近接10くんへ。ジト君向かったが届かない。佐野君向かったが届かない。10くんがなんで前にいるんだ。結構ゴール前にいる。これでは決まらないだろう。美咲くんどこにいる。一応プラト君に渡すか。あ、クリアさせられてる。中学に渡ってしまう。あか次に行きます。中学はパスを出した。ミスイ君へ。お墓ミスイ君が出てきます。サイド今度は美咲君か。あと何やってんだ。ドトール君へ。タックル無理やろうな。美咲くんナイスワッカーした。美咲くんが3位パス。そこにプラトン君は届かない。いやもう一人ジュー君弱っただけ。松山君に渡るは焦らずに待ちましょう。こぼれ玉にいいですね。いやちょっと相手のチャンスをどんどん潰し焦らずに待ってどんどん潰していくことができてます。まあしばらくはドリブルでいいでしょう。ちょっとディフェンダーからでなくあんまり良くないな。アテスタ君がキャッチ。ワンツー、トンクとワンツーです。これで前進します。さらにもう一回ワンツー。ジュー君と松山君が取られた。あと、いや、ぽいでしょう。でもこういう決まってしまうのがイーグルショット。ナイスレナート君。だがピンチは続く。焦る必要はない。また決めるんだが決まった。今度はドトール君届かない。んレアート君倒れてる。何おっと、しかしレアート君執念の、ブロック。
半もあとわずか。これ行ったでしょう、これ。いや、そうかな。バミントン君へ。よしよし、パス通った。ここで、マニーニ君とワンツー。通りましたね、パス。さあ、マサオくんが来ましたが、これをまず翼くんにパス。おっと、スパイラブ、さらにコンビプレイ。立花兄弟すごすぎるな。完全に抜け合えてしまいました。しかしもうほとんど時間がない。パスカットかな、これ案外。シュート行きますね。ドトール君届かない。そのシュートだから止められるだろう。 OK、日本相手側のコーナーキックです。すいません。さあ、これマサオ君にまた渡った。全然あんまりヒューガ君の立場はなく、立花兄弟がなんか攻めまくってんな。タカ。ミヤト君見合えている。タチスタ君フォロー。試合終了。サンパウロ優勝、ジャパンカップを制しました。ここ突破しましたね。お、美咲くんもいます。ノーサイドですね。もうん、どうしたんだ美咲翼くん。あ、アネゴだ。一つキリキリ前さ。わ、めちゃくちゃ重いな。そうなんだよな。ユース大祭は一緒に行けないけど頑張って。ありがとう。複雑だな、翼くん。かわいそう。空気読め、石崎くん。石崎くん、さあ戻ろう。
コパしかあるな、つばさくん。お、今度は？なるほどね。こりゃ面白くなりそうだ。アジア予選開催地ソウルへと飛び立ったということで。ワールドユースアジア予選編と続いていくってことですね。レベルアップなし？こっからあのベンチ入りしてる選手を変えられるんだ。ニスギ君はいないんだ、ここではまだ。キーパーは、キーパーは若島津くんだけど、若林くん、森崎くんだよな。やっぱり森崎くんでしょう、キーパーは。森崎くんだから取れない。これでしょうね。あとは、あ、ミスイくんいる、いる、勘違いだった。ちょっと前半で出すわけにはいかないから。サーダくんをちょっと言いまして、ヒューがサーダの先輩後輩コンビにしましょうということで、結構レベルが高いな。三田くんが16、翼くんが19、ヒューガくんが19だからな。19とかみんなレベルが高いです。反町くんが14、西井くんはガッツが730もあるんです。意外とある力は。松尾くんが16ってことで、はい、ということで、今回はここまでと、させてください。翼、ジャパンカップ編、ミオと全日本を、強豪全日本を破り優勝しました。特に2戦目はやっぱりみんなシュートされる前にボールを拾ってっていうことを続けて、で得点も5点取ったんだけど、翼くんが取った2点で、他の3点は別の人が取ってる。まあ1点、そのうち1点はバビントンくんのペナルティーキックだったけど、他のチームメイトが取れたっていうのは非常に嬉しいですね。ということで、新たなアジア予選編が、次回から始まります。新たな翼くんらの戦いにご注目ください。配信はツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いします。
Please my Twitch アカウントフォロー please。 この動画のアーカイブ YouTube にアップロード予定です。 YouTube 2日後、7月1日21時頃にプレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。ディスライブアーカイブアップロード My YouTube チャンネルプレミアライブ My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter の X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX My アカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。深夜にファミコンウォーズの BGV をお届け予定です。そして明日はどうするかな、パワプロかシティーズスカイラインかどっちかを、行う予定です。ぜひそちらもご覧ください。あと、明日の朝競輪予想砦記念決勝戦の予想も行う予定ですので、そちらも興味のある方ぜひ見ていただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。